どうもだるいもんです。今日は朝からちょっとそうめんを食べようと思って庭にシソの葉を摘みに来ました。ちょっと綺麗なところを取ってってね、そうめんに入れて食べたいと思います。あとネットを見てたらね、なんか大葉の醤油漬けっていうのもあるみたいなんですよね。大葉の醤油漬けっていうのも美味しそうなんですよね。はい、まあこれぐらいあれば十分でしょうっていうか、取りすぎたかもしれない。もう結構なんか見てると虫に食われてますね。お前は食わなくていいんだぞ。とりあえず虫が怖いのでよく水洗いしております。はい、そしてこちらも庭に入っていたミョウガです。とまだ小ぶりですが、こちらも薬味として使っていこうと思います。絶妙なミョウガとシソと生姜のこのバランス最高ですね。やっぱ夏はこのさっぱりした感じが最高です。ごちそうさまでした。小麦くん、お散歩に行きますよ。宮ヶ瀬に向かって行きたいと思います。あ、暑いですねと思ったら今日32度もあるし、すごい蒸し暑い。見合わせ涼しいのかな、どうなんでしょう。はい、見合わせまでやってまいりました。そして今日はね、見合わせでちょっとこちらのカメラでなんかね、鳥とかそういうのがいたら撮りたいなと思ってきたんですけど、ちょっとわかんないんですけど、まあとりあえず望遠レンズで何かを撮りたいと思います。では散歩行きたいと思います。小麦は散歩がしたくてしょうがないらしい。小麦は本当散歩の始めだけはすごい元気がいいんですよね。だけど後でバテて歩かなくなってしまいます。そして今日は本当いい天気ですね。途中来るときね、温度計があってちょっとは下界よりかは涼しいはずなんですけど、どうなんですかね。なんか
27度は27度でもう暑いですからね。なんかカラッとしてなくてやっぱちょっとジメジメしてる。犬がちょっとね、足が心配ですが、まあなるべく本当はあの草むらとか歩かせたいんですけど、あっちが鹿の糞だらけでね、ちょっと歩かせるのがちょっとあれなかなとか思っちゃったり、ダニとかのみがついちゃったら困るんでね、なるべく日陰、こういう日陰のところを歩かせたいと思いますが、こいつは縦横無尽に行くのでどこを歩くのかわからない、まあ、そんな感じですが、とりあえず散歩と写真両立していけるのかどうかわかりませんがやっていこうと思います。カモがいますね。望遠レンズを出してカモでも撮ろうかな。あちらにねカモの親子がいるので、あれをちょっと写真に撮ってみようかなとか思います。ああ昨日の雨でここの川も結構濁ってますね。いつもは透明なんですけどね。いやまあしかしまあ鳥の鳴き声はするのですが、目につく鳥はカラスとカモ、あとスズメですね。多分なんか鳥の写真とか撮ったことないんで、鳥の探し方が多分分かんないんですよね。木をじっと見てるのか、飛んでるところを見つけないとね、分かんないですね。やばい、携帯車の中に置いてきちゃった。奥さんと連絡が取れない。ダメだ、暑すぎる。水分補給しないとこれやられちゃう。そして小麦くんはいろんな犬とスキンシップを取っております。小麦お前も水分補給しないとだよ。奥さんお金入れたのに飲み込まれた模様。奥さんに桃の天然水を買ってもらったんですが、これいるもん借りてますね。なんかペニョペニョでなんか飲みにくそう。小麦くんも暑そうです。そしてショックを受ける奥さん、500円硬貨入れたら飲み込まれてしまいました。なんか自動販売機を管理するとこに電話してみたところ、今日の営業は終了しました言われたらしいです。残念。奥さんが小麦を水の中に突き落とそうとしております。小麦は水の中に入れない。犬がわんさか集まってきたぞ。大丈夫か。宮ヶ瀬はやっぱなんか思ったほどやっぱ鳥はいないんですかね。もっと森っていうか山の中入っていかないとダメなのかな。いやなんか鳥ってどうやって探すんだろう。鳥を意識して見つけたことがないんで、どんなところにいるか全くわかんないですよね。探すこと自体がもう難しい。この間ちょっと検索をしていたら、地元の日向渓谷っていうんですか、あそこにオオルリっていうのがなんかいるらしいんですよね。まあ多分めったに見れない鳥だと思うんですけど、それをちょっと今度探しに行ってみたいんですよね。真っ青ななんかすごい綺麗な鳥でした。それが見てみたいと思うんですよね。ちょっと日向渓谷もちょっと行ってみたいなと思っております。しかしまあ今日の見合わせは、日陰は涼しいけど日向めちゃくちゃ暑いということで、人もほぼほぼいません。いつもだったらこの辺人だらけなんですけどね。さすがに暑すぎて出てこないのか、まだ時間が早いのか、いや多分暑いからだろうな。もう犬もハーハー言っちゃってるし、そろそろまたこうあと半周回って鳥を探しながら帰りたいと思います。あとこのレンズ、たまに自分片手でやるするんで、ボディ持ってレンズ支えちゃってるんですけど、それ絶対まずいっすよね。絶対2点で支えないとカメラのここのとこ歪みそうな気がするけど、うん、たまにちょっと意識しないうちにね、本体だけでレンズ持ち上げちゃってることがある。大丈夫なのかな。ちょっとそれはちょっとまずそうだから気にしないといけないな。そうですよね、そのためのここのマウントですもんね。鹿の食害を防止するために設置していますって書いてあるけど、こんな木も食っちゃうんですか。鹿ありとあらゆるもの食っちゃうのかな。さすが太陽が真上にあるので日陰がもうこの木の真下とかそういうとこしかないですね。暑いわ。小麦も暑くて日陰でくつろいでます。ダニがついてないといいんですけどね。いや見合わせ、なんか自分の目ではカモとスズメとカラス、それ以外見つけられませんでした。まあ、あとなんかちょっとよくわかんないのも1匹1羽2羽いたんですけど、それはちょっと写真に収められませんでした。うん、鳥って探すの大変。いや、やっと車に帰ってきましたが、ちょっと車の中も暑いのでちょっと空気を通したいと思います。そしてこの後はできれば近くの牧場まで行ってね、アイスを買いたいと思ってるんですけど、混んでるのかどうか行ってみて、混んでたらもうそのまま直に帰りたいと思います。こういうとこでこういうバコンのマフラーとかどうなんですかね。なんか奥さん食べながら帰ってきた。もう溶けちゃったからこっち食べちゃった。ソフトクリーム買ってきたのもらいましたが、ここまで来る間にちょっと溶け始めちゃってますね。ミルキーみたいな味のソフトクリームです。いやしかし後ろの車うるさいわ。
さあ隣の車がやかましいのでそろそろ帰りたいと思います。